FNS 歌謡祭 2005FNS 歌謡祭 2005FNS 歌謡祭はフジテレビ系列で2005年12月7日19時23時18分に生放送された通算34回目の FNS 歌謡祭。司会は前回までの楠田恵リ子川端健二から黒木瞳、草薙剛に交代。さらに今回より進行役が復活し、 前回まで9年連続で司会を務めた川端が起用された。なお、黒木はデビュー25周年記念であること、草薙はスマップスマップ、僕らの音楽などの同局のバラエティ番組や音楽番組への出演が多かったことがそれぞれの選出理由である。今回から司会の草薙強が在籍するスマップがトップバッターと大鳥を両方とも担当するようになり、今回は トップバッターで、バン、バン、バカンス。大鳥で、トライアングルを披露した。司会の黒木瞳が、デビュー25周年記念として、すみれの花咲く頃、運命偶然を披露した。ゆずが初出演し、都内のスタジオから中継で歌唱した。番組前半では、近藤正彦が、自身の大ヒットした、スニーカーブルス、愚か者、ミッドナイトシャッフルの3曲のメドレーを披露した。 なお、この3曲は過去に自身がゲスト出演した当番組の司会を務める草薙がメイン出演しているスマップスマップの音楽コーナー S ライブで披露していない曲である。新曲の挑戦者は番組終盤で披露した。同じく番組前半では郷ひろみが新曲の君が泣ける場所になるを含め自身の大ヒットした男の子女の子。 2億4000万の瞳、ゴールドフィンガー99の4曲のメドレーを披露した。今回から中島美香、綾戸知恵のミシンググーレースや鈴木正幸、桑野信義ゴスペラーズのランナウェイなど、他の音楽番組やライブコンサートなどでは滅多に見られない、出演アーティスト同士のコラボレーションで楽曲を披露するのが FNS 歌謡祭ではメインの番組構成となっている。 ジャニーズ事務所からは、近藤正彦、スマップ、トキオ、キンキキッズ、V6、嵐の6組が出演した。ありがとうございます。